両限定になるんで、ぜひもらいに来てください。こちらに中古の車両ですねが基本の販売の車両になってくれて、こちらの一列のスポーツスターの2人を展示してます。スポーツスターだと22年モデルから今ラインナップが消えてるので、欲しい人は今のうちにぜひお問い合わせください。コーディネートを先に並べてありますうんうん、他にもこっちがソフテールとツーリングタイプの車両になってくるんですけど、この手前もさらにスポーツスターの車両、すごいスポーツスターが多いです。あとはダイナとツーリングのキングがあります。トイレ行きますか。はい、めっちゃおすすめのトイレです。こっちがトイレになってます。男性の方はちょっと入れないので、こんな感じですごいおしゃれです。この鏡が天気のカラーが変わるので肩に合わせて使います。自撮りにもおすすめです。インスタ映えしますよ。ベイビーのちゃんとお子さん連れで来た方に妊娠です。こちらスタッフさんとお客様のまあゆっくり会話ができるようなスペースになっているので、ちょっとインタビューしてきます。どうですか、お店は。旧店舗から来てたんですけど、とても懐かしい感じと新しいお店の雰囲気があって、だからずっと行っちゃいそうな感じです。ずっといてください。7時まで営業してます。7時までですか。もともとハーレーダビッドソン浜松がお店だったんですけど、そこから移転して、でずっと使われないまま閉まってたんですけど、10年ぶりに復活した。そうですね、10年ぶりぐらいに来て、これから多分旧店舗のお店のお客さん来ると思う。みんなにとってすごい懐かしい。そう、懐かしい。このカウンターとあのこの日差しが。こちらの店舗です。バイクだけじゃなくてヘルメットなど販売してるので、すごいかっこいいです。たくさんあります。ぜひチェックしてみてください。お店の外ですね、いい洗車スペースがありますので、まあ当社のお客様ですね、ツーリング前、ツーリング後ちょっとバイクをきれいにしたいなっていう方はぜひ前に来てください。こちらですね、野外館になるんですけど、多分前のお店知ってる人はもう見覚えはあるんですけど、それをちょっとリフォームしてやってます。こちらのお店なんですけど、ちょっと駐車場がバイクだけの駐車場になってくるので、車でご来店された方は一度ハーレー浜松に止めていただいてからこちらまでご来店いただくようにお願いします。この距離だもん、見えてるもん、ね、看板。車でご来店いただいた方は浜松の駐車場に停めていただいて大丈夫なので、そこからちょっと歩いてチャンピオンの乗る浜松店にご来店ください。ハーレーに寄っていただいてからこちらに遊びに行っても大丈夫です。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひ高評価あとチャンネル登録をお願いします。何か企画だとか見たいバイク紹介してほしいものとかあれば気軽にコメントしてください。